はい、皆さんこんにちは、あちでございます。三国志3のパート46ですね、やっていきたいと思います。密定ですね。あ、しまった。密定で今度はこちらに送りましょうか。旅券さん6ヶ月どうぞ。で、次はね、ちょっと考えるとしたら難避だね。難避に1人入れましょう。間違いなく成功するでしょうと。でちょっと実はもう一箇所ね、もう深夜はいいかなと思うんで、あ、小西さん、あれ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 、ちょっと待ってね、これさっき軍事訓練だね、そっちを調整しないと。訓練、あら、まだ訓練してる人いるね。あ、違うね、この人ら何してんだっけ。え、この人ら何してたっけ。あら、準備してる、まさか。いや違うね、ちょっと見てみよう、時刻ね、一覧。この人何してんだ、旅券さんとご知覧さん。え、まさか密偵に出した。あ、さっき密偵に出したのか。おお、いやー、もうダメだわこれ。外さんといかんわ。あと、お、ちょっと待って、じゃあね、ここで、ちょっと人のことが頭に入ってないのがもう最大の、もう致命的だなこれ私ね。じゃあね、小西さん生かすか。40以上あったらいいんでしたっけ、最低で。あ、間違いなく成功ね。さあ、じゃあこれはね、あ、6月か。徴兵じゃなくて編成にしときましょうか。やっちゃったな。ここはね、無駄に、竜王さんあたりね、全然なんで。さあ、これの。これがめんどくさいな。はい、どうぞと。で、今度はこっからいけるから、そうそうそう、また2000ね。で、3000。3000ね。これなんかね、パツッとできりゃいいんだけどね、1回のコマンドとかでね。まあ、それは贅沢ですね。よいしょ。まあね、本当に。あら、まだまだ兵が余ってる。あ、そっか。これを内に8000ぐらいにしましょうか。8000ね。で、こうしよっか。はい。はい、よろしいですよ。で、軍事のね、訓練ね。よいしょ、これでね。で、あとは、ガツガツいきながら、はいはい、6ヶ月でいきましょう。はいと。で、あと何があるかなと。開発はなかったよね。あ、治水ができる。あ、そうだ、いつものスーパートリオね。この、サンバガラスで。はいはい、どうぞと。まだいっぱいなんないんだね。考え99、もういい感じだけどね。で、捜索でもするか。私ね、自らね、そのようなことしてもと。はいはいと。で、次、平原ですね。さあ、佐賀訓練ね。チョコさん。はいはい、翌月の報告ね。で、あと開発ね、工作。で、この3人でね。この3人が内政ってちょっとね、変な感じするんですけど。お、ベンキさん。あら、ベンキさん出てきたじゃない。あ、これは取らないといけないな。義兄弟してたもんね、天では。はい、どうぞ。説得ね。誰、あ、王職さん。
いや、もう満潮さんで行くか。はい、どうぞ。はい、便器は曹操様のもとで働いてくれるね。58、54、お、バランスいいじゃない、この人。あ、23歳なのね。どうしよう、どうしよう。ね、政治54もあるもんね。いや、でも武官にしましょう。今は一人でも武官が欲しい。あ、しまった、褒美やられないんだよ。しまった、便器さんどうだろう。中制度ね。はい。お、97、言うことないわ。さあ、じゃあね、じゃあね。訓練中だもんね。軍事の徴兵だね。さあ、誰で徴兵させようかなと。こっちだね。はい、44。さあ、またリセット入れますよと。あ、てかあれかな、このやり方じゃなくて、もうさっき育て上げる人は育て上げちゃうか。うん、その方がいいかもしんないね。それだったらコマンドも少なくて楽だわ。で、後で分散するっていう、そういうルーチンワークにしちゃおっか。そうね、ちょっとそっちで考えましょう。よいしょ、こんな感じかな。はい、どうぞと。で、準備はできないよね。低いね。さあ、とにかくそういう感じでやっちゃいましょう。改装作ね、誰にしてもらおう。あ、車中さんでお願いしちゃいましょうか。はい、陳流ね。さあ、早く早く兵を回していきたいな。なかなかね、思ったようにいけないんだけど。でもまあ、遠景を分断できたんでね。あら、ちょっと待ってね。よいしょ。開発ね、工作。あー、そっか、創世さんいたんだね。純優さん、創世さん、陳旧さん。はーだね。とりあえず100。あ、ちょっと待って、違うかもしんない。軍事準備、あ、違うことなかったね。どうしようかな。なかなかうまいことできてないね。開発の工作ね、やっぱこうなるわね。あ、でも創世さんがいいんで、創世さん入れちゃおっか。はい。で、軍事って言っても何もできないから。あ、創慶さん、密かに兵持ってる。そっか、3ヶ月。何人持ってんだ。士気ゼロだったけど。あ、477人ね。士気ゼロってつらいな。はいはい。じゃあこれで、創作ね。あ、褒美いったかな。あ、投与しちゃった、しまったね。褒美ね、いや、いらないですね。創作しちゃいましょうか。今回セツランさん、そのような、今年もとろにね。いや、まだ開発できんじゃない、治水ね。うわ、低いなあ。でもやってみるか。はいはい。100超えてれば大丈夫なんですよね。円もね、油乗ってきたな、これ。これほんと油乗ってきたね。軍事、訓練、あ、100なってないね。いやいやいや、1でいいですよ。ね、ああ、情報ね、時刻。ああ、小社寺さんがまだまだなんだね。
となるとちょっと徴兵しましょうかね。で44、混ぜるか、まあ、混ぜちゃう、つか混ざっちゃったし、はいはい、うん、これでどうぞと。はい、長円さんね、芝居さんを移動させましょうね。で、芝居さんね、お金を持っていかなくていいです。はい、移動ね。で、すっことないから、あ、ゾウハさんにね、すっことあったわ。ゾウハさんに書物ね。はい、よし。で、長安ね、開発治水ね、この3人でやっちゃいましょう。はい、100ね。はい、翌月に報告と。他の国の動きがめっきり減っちゃいましたね。あ、孫作？あ、劉将か。あ、核有志さんですね。我が主からの少女を携えてまいりました。花弁へ共同して攻め込んでいただきたい。花弁ということは馬頭さんですね。え、軍師、かやな条件では賛成しかねますって。花弁に攻めるとして何で行くんだ。え、ちょっと条件ふっかけてみましょうか。金をね、3000でどう。はい、どうぞ。これくらいの量はそれでもしてくれますなと。それではこれ、おお、軍師は、あ、もう追ってあくのもやらしいでしょと。ああ、じゃあどこから行かそう。花弁だったら長安からだ。あ、長安もいいけど、まあいいでしょう。はい、承知しましょう。帰国との中では勘定いたしましょうと。さあ、来るかな。兵糧がっぽり持ってきてね。行かないのか行かないのね。あ、イナゴの被害がね、どこに出たかな。おお、巨匠来ちゃった。あらららららら、ら、ちょっと痛いな。はい、巨匠ね、どうなったの。あー、うんうんうん、兵は減ってないでしょ。イナゴで兵は減らないよね。うんうん、そうね。あ、訓練いい感じ、訓練がいい感じ上がってきましたね。で、人事で、褒美で、ね、アイテムですね、芝居さん。で、アイテムをね、孫子の兵法書ね。はい、どうぞと。あ、配下の心をつかむと良いことです。芝居の忠誠が100になりました。元から100だったんで、あとちょっと能力ってみましょうか。ね、今ね、あら、純育さんの知力下がってる。あ、ここは基本能力だけ出るのかな。そうね、ここで見たらで変わるのか。めんどくさいねこれね、カッカさんはね、まあ、カッカさんに、カッカさん寿命短いもんね。ああ、知力ね、うん、上がってます。で、テイクさんどうだろう、なんかやってたかな。あ、テイクさんもね、上げてるね。あ、孫子の兵法書上げてますね。テイクさんもちょっと出すべきだね。芝居さん、うんうん、108ね、もうすごいね。これは軍事、情報ね、時刻、兵を、うん、テイクさんにもつけてもう出しちゃいましょう。翌々月ぐらいかな、いけるでしょこれ。ちょっと士気低いけどね、士気低いけどもう出しちゃいましょう。士気はね、勝てば上がるでしょ。だもんで、創作、あ、いやいや、開発しましょう。もうここまで来たら、なんで、あ、そうか、びっくりしちゃった。商業ね。ああ、そうだ、うちは、たんまりいるんだ、これが。あらら。あら？ああ、
させないといけないね。はい、6ヶ月600町が繁栄することでしょうと。米はねもう十分だな。都主さんとこの方6ヶ月600でね、秋にはね。でさあいるとすれば行に持って行った方がいいか。賃料も考えもんなんだけど、賃料お金がないでしょう。行に文官派遣しちゃいましょう。うん、そうね、行に文官をね、孫安民さんって文官じゃないと思うけどまあいいでしょう。はい、どうぞ行ってらっしゃい。米はいらないでしょう。うんうん、はいはい、移動しましょう。で、捜索は誰ができる。ああ、はい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 、あ、しまったあー、うちのサンバガラスいるから開発しなくてよかったんだしまったな。まあいいか、まあよしとしましょう。今度ですね、今度覚えておこう。準備もできないよね。うん、低いけど。あ、柴井さん移動できるかな。あ、柴井さんまさか移動できる。あ、移動できたんだ。しまった、一緒に持っていくべきだった。はいはい、はい、移動しましょう。捜索ね、誰。あー、閣下さんあたりで。そのような今年もとろにね、ちょっともったいないですけどね。はい、平原ね。あ、平原はまだまだ全然大丈夫ですね。あー、あとあれだね、軍事だね。長子さんがこんな状態なので、はい、翌月の報告ね。テイクさん置くか、行にテイクさん置くか。ちょっと兵の準備ができてないのがだなんだかねと。あ、準備しちゃった長子さん。あ、しまったね、訓練でも上がるのに。何してんだろう。で、開発ね。商業ね。はい、100ね。はい。で、落葉ね。ここどうなったかな。よいしょ。あ、行ったね、100ね。100行ったね。だもんで、車中さんと、車中さんだけにしよっか。軍事、編成をね、編成を、そうね、編成をさせませてと。訓練はね、全員行ったんでね。あ、しまった、徴兵しときゃよかったのか。あ、また無駄なことしちゃったね。そうね、車中さん1万7000人して、で、残りが1万1000人ね。ちょっとガタッと減ったね。1万7000人も持っていくとね。よいしょっと。あと1900人ね。いこうかな。はい。で、はい、OK ね。で、軍事移動で。あ、もう直接行に入れんだね、ここだったらね。で、車中さんを移動させましょう。お金はいいですね。米。米いいね。5万持っていきましょうか。はい、どうぞ、と。で、軍事の、
せっかくなんで徴兵しときましょう。しまったな、さっき徴兵しとくべきだったんだよね、さっきの編成じゃなくてね。でもまあ人が多いと結構いろいろできるっていうのはいいよね。軍事ね、人材が多いとね、ちょっと待って、何これ、武力、あ、そっかそっか、開発させないと、ね、商業ね、はいはいはい、はい、6ヶ月600ね、で開発ね、工作も同時にさせとき、あ、ウキンさんまだこっちいたんだあー、なんかウキンさん申し訳ないね。あ、じゃあね、ちょっと時間よくなりましたね、この辺で終わっておきましょうか。三国志3ですね、パート、これは何部だったかな、47ね、あ、ごめんなさい46ね、終わっておきます。どうもありがとうございました。